闘争変革は、東大と壮大の間を中国史上の活気に位置づける学説が闘争変革論である。大正時代に内藤コナ南が提唱し、その後の日本の東洋史学会に大きな影響を及ぼしている。ただし、闘争変革の位置づけについては、中世から近世への変化とする学説と、古代から中世への変化とする学説とがあり、 両説をめぐって激しい論争が展開された。東大から壮大にかけての中国史を闘争変革期とする学説では、東大以前を貴族中心の時代と位置づけるのに対し、壮大では庶民が政治、経済、文化の中心になると解釈される。政治構造的には、君主独裁性が宋王朝の皇帝時代に敷かれる歴史観である。闘争変革を研究する。 東洋史論が大学、大学院などの歴史研究者の間で盛んに議論された。日本の高等教育機関の東洋史の授業では、闘争変革論が中心的な講義科目となっている。宋代は改革開放後の1990年代から21世紀にかけての近現代の中国と同じ経済発展の時代である。宋代に登場した次第部は、 地主資本家などの経済人や受教的教養人の顔を持っていた。南宋時代には南方中華大陸の経済が急速に発展して、江南地域の水田の大規模が開発が実施された。商業経済の発展で人口が急増し、宋の時代に世界で初めて人口1億人を突破する国家となった。農地面積が4倍近くに倍増した。 稲作の品種改良や麦と稲作の二毛作の稲作の日記作登場の農業革命があった。創の時代に絹織物産業と生死及び木版、印刷など手工業が発達した。造船技術が進歩して海上交通や貿易が盛んになった。農地の造成治水や作物の生産技術の発達で高度な農業社会に発展した。 陶磁器産業の最盛期で輸出品として陶磁器が朝鮮半島や日本などアジア諸国に輸出された。遂の羊台からの公共事業の工事で海運の役割をする計区位大運河など水運業などの運河が建設された。運河の開通で地方の農村と都市部を結ぶ交通網が発展して、帝都や開封などの商業都市が繁栄した。潜培品や米などの南方の物資を 北部の中華大陸に輸送する大運河が機能していた。客商の商人が商業の原動力となり、農村の市場長が多数誕生して、層の社会が商業化した。首都が開封に置かれた理由は物流の中心地であったからである。古都の落葉や長安のような伝統的な皇帝支配の政治都市があるが、伝統的な政治都市よりも経済が発展した商業都市を 総王朝が重視するようになった。宋代の経済面の特徴は、商品経済と都市の発達したことである。宋代に、紙幣や信用証券が登場して、塔の時代の物々交換の社会から貨幣が流通する紙幣社会に変化した。塔の貨幣の総船が、日本やアジアとの長高貿易などで広く流通した。軍事専門の百科事典などの軍事技術も発展した。 立心南北朝、追悼は、門閥貴族の時代で、貴族層を中心とする、律令政治が行われていた。皇帝は貴族たちの代表に過ぎないという状態であった。皇帝権は弱体で、皇帝殺害、定位散脱が多い時代であった。それが、宋代になると貴族制が崩壊し、後世に、君主独裁と呼ばれる体制が構築されることとなる。また、官僚は、 次大部と呼ばれる知識人層が中心となり、新たな政治の担い手となった。こうした変化をもたらした要因の一つに、管理登用制度の変化がある。疑心南北朝における管理登用制度であった、区本官人法は、門抜貴族の温床となっていた。随代からは、家挙が導入されたが、依然登用されるのは、貴族が多く、政治構造に大きな変化をもたらすには至らなかった。 しかし、宋代に科挙に電子が導入されると、官僚の羊は大きく変化し、旧来の貴族は一掃された。次第部と呼ばれた知識人の実家は、地主や富裕な家庭であり、儒学などの教養の専門家だった。科挙に合格して、官僚となるが科挙制度に合格した官僚は、庶民から儒学の論文試験の成績優秀者が選ばれて、世襲制度ではなかった。 高級官僚になる、下居合各社は、地方の裕福な、大地主か都市の豪商の指定が大部分だった。庶民出身の最小など、支配層が登場して、総代になって、皇帝権力の全上革命がなくなった。唐の時代までの貴族政治で、別種差別された庶民である。投資や、君古学の唐の時代から総代になると真珠学の、総学や奏主が成立した。 軍事的に弱体化した国家であったが、布国強兵策が行われた。王安石によって、青苗法、貿易法、歩行法、安間法、私役法、金融法、平準法などの様々な新法の改革が、新総皇帝の時代に実施された。都市国家や商業経済となり受験競争や、東洋式の学歴社会の基礎となった過去の導入で、官僚制を発足させていた。 外交政策は朝工国を朝工外交で支配した当帝国の作法体制から南北の総王朝は閉鎖的な和平外交の国家となった節度史体制で国家が誕生した層は傭兵の常備軍の動員力が優先された。節度史の権限を削り君主独裁体制を強化して電子、文字主義という知的な手法が導入された。 皇帝中心の貴族や軍人による支配から文民統制への変更が国家戦略となった。地方資源は開発された生産が上昇した。戸籍や税制度や富の配分が混乱して地方の高税率や付加価値税は横行して貨幣供給が麻痺していた。両税法は土地支有や支有財産性を大幅に認めたところに新しさがあった。 宋代の国際的文化に変わり、国水的傾向があるのが壮大の文化である。壮の貴族中心の文化に変わり次第部と庶民が文化の中心だったのが壮大である。宋代は、学問的には、作文や作詞の執筆技術が進歩して、次第部の文学として、創始が発展した。闘争八大家などの文学者が活躍して、古典の暗記が重視された時代であった。 中国で人類史に残る発明品が印刷である。東大に印刷技術が発明された。宋代に木版で印刷方法が普及したことで書物の出版を可能にして、継書や史書がたくさん流通して、科挙受験者数が急増した。宋代に儒学の古典などの印刷が盛んになり、宋代に書物の印刷が盛んになり、書物の需要が高まった。 仏教の仏典の大蔵教が盛んに木材品で印刷された。私塾、義塾など民間の教育機関が都市部に設置されたり、農村の村社会では、書院や村塾など様々な教育施設が当から僧にかけての闘争変革の時代に急増した。僧の学問を研究していた受学者たちの間では、手記、陸、付地の学問以外に、 英科学など様々な儒教の学派が誕生した。中華思想の仏教として、次大武装に禅衆が流行して、民衆の間に浄土宗の信者が急増した。儒学が刷新されて、創学と呼ばれる新しい思想の儒教が誕生して、中華民族の古典的な学問が発達した。人間の生活の種類は、政治と経済と法律があり、文化と思想と宗教があり、経済が、 否定的な意味を持っている。人間の諸活動は生きることである。王安石の貨幣制度改革で同戦の国外持ち出しと銅の売買を禁止したが1074年に国外持ち出しを認めた。羅針版の発明で大航海時代にヨーロッパ人による世界一周が可能となった。武器としての火薬が発明されて、ムスリム商人によって西洋に伝わりで木版印刷。羅針版。 火薬が中国三大発明品である。戦前の日本は世界随一の東洋史研究の先進国であり、その中の内藤コナンが提唱したのが闘争変革論である。それ以前は闘争八大化の区分に見られるように、党と層の連続性を重視する見解が主流であった。これに対して闘争変革論は党と層を中国市場でも 国家財政や経済文化の大変動が起きた時代と位置づける。これは日本の東洋私学会の主流を占める学説となり、後の時代区分をめぐる論争においても、両派とも闘争間で区分する点では共通していた。内藤の死後は宮崎一佐賀など京都学派に受け継がれた。京都学派の学説では、東大までを中世として、壮大以降を近世とみなしている。 壮大を近世とするのは、政治、経済、文化の多面的な変化は、ヨーロッパのルネサンスと共通点が多いことからである。戦後の壮大史研究では生産の諸関係について、どれが基本的生産関係なのかその性格は何か主示の論争がされた。遺物史観と生産関係戦後の歴史学会、とりわけ歴史学研究会の研究者の大きな影響を与えていたのが、 唯物史観である。その認識は以下起こしとする。論争の外観相談史研究の第一期は昭和20年の敗戦から1950年代の時期である。地主と伝子関係を基本的な生産関係があるのか、など、主に伝子の歴史的性格をめぐって論争が展開された。東京大学歴史学研究会を中心とする学派のストー。 吉行と、新井田だのが、伝子の奴隷的冷属性の研究に着手し、地主に、経済的のみならず、人身的と人格的に支配されていることから濃度と規定した。東大派が、壮大以降の中国の経済的な農業社会について、封建社会説を唱えたのに対し、京都大学を中心する京都学派の宮崎一貞は、地主と伝子の関係を自由と、 対等な経済的契約関係があるとして、宋代以降の社会を禁制し本主義社会とした。全く相入れない両説を設中しようとしたのが、柳田節子で、地域差という観点を導入して、両者の対立を解決しようとした。宋代史研究の第2期は1960年代に唱えられたものである。国家は民であることから国家と民の関係を基本とするものであり、 皇帝を唯一の奴隷主として民をすべて皇帝の奴隷をする。茂田徳と小山正明の個別人心支配説がある。他に田中正都のアジア的奴隷性説があり、皇帝を濃度主として民をすべて濃度とする説と鳥居一行の国家的濃度性説がある。壮大史研究の第3期が1970年代から現在に至る学説である。 村落共同体を基礎として、第一期の地主と伝古関係の総大師研究の学説と、第二期の国家と民の関係の総大師研究を統一しようとした時期である。柳田節子や高橋義尾や佐竹康彦など、諸子の研究の端、教にの説がある。生産関係と諸関係について、総大社会は農業社会である。第一から諸生活手段が誕生した。 生産する人間集団の最小の単位は家族である。家族より上位の単位は存楽である。存楽家人間と同じ家族の生産と再生産活動に何の意味もないとされる。存楽共同体は実在しないとされる。伝古をめぐる論争第一期が地主と伝古関係で論争が行われた時期である。 帝国大学中心の東洋史の闘争変革の研究から戦後の歴史思想に変化した時代は昭和20年の敗戦の時期から1950年代の時期である。昭和20年代から昭和35年頃までに地主伝古性を主張したのは須藤義行である。中国の荘園は関大から東大まで別荘の意味で東末より壮大に至って昭和、 田園の所在を指すようになった。寛大より、当中期までの荘園所有者は、宮廷と貴族である。東王朝の中期から古代十国時代は、節度師と武人の時代であった。当の近伝制が崩壊した後に、近伝農民の分解により、上層農民の荘園所有者が出現する。節度師の保護を受けて、官僚となり、壮大になり、 韓国形成として、荘園所有者となった。宋代の荘園の種類は二つある。一つ目の宋代の荘園は土地に集中しているものである。もう一つの宋代の荘園は各地に分散しているものがある。宋代の荘園には、冬の特権がなくて、官僚の荘園は役を免除されていた。荘園について述べると、地主の中から、 電子の中から指名された管理人を設置していた。工作人は、当末に土木と焼却があり、奴隷に近い状態である。宋代の農業は、土木の工作は重要でなくなる。電子の工作が支配的となった。電子は奴隷に近いものが多かった。宋代の焼却について一般に電子がある。他の故障は、客庫、電子、底、地脚課客。 霊能と呼ばれた。他の里より引っ越して地主に租税契約の納めて土地、家屋、工業、農具を借りていた。代償として5割から6割の租税と副租税の納入をして雑益に使用された。地主と殿子の法律上の地位は主人僕の分があって刑法上に等の差別があり、殿子は婚姻にも干渉された。殿子は 法律上移転の自由がなかった。港南地域では北総中期に田下に住居を移転する自由があった。ままだ田下について土地売買されるものが多かった。租税課税については現物納税が主流であった。和経期方式の租税制度と定額租税制度があった。その他は大金納入方式と金納入の租税制度が総王朝国家の税制度であった。 まとめる論理の学説で税制度を述べると伝子は重い税を納めていた。小売市の食料返済するなど苦しい生活を送っており、南宋政府も共作時代の減税を命じたが効果がなかった。南宋の末期以降に伝子は地主の租税課税の納入しない元筑田構想が行われた。関連について韓国系生徒が受け付だし、主導に作させる二重に、 おざく関係が成立していた。みんなでも、伝子の受け負い制度、伝子と種度の二重のおざく関係が成立している、ところもあったが、多くなかった。宮崎一佐田が、伝子の二重のおざく関係と、タール字から業主になり主土になる変化する関係がある、学説を唱えた。須藤は、官からタール字となり種子になる、関係図と、業種か主から佃田ある字から種度の変化する関係で、 宮崎一貞の中間経理者の存在を否定した。佃僕について、当代の土木の子孫がいた。僕は、伝子のように主家より独立して住んで、租税課税を納めていた。知客は、僕と呼ばれた。壮代の荘園について雇用人も僕と呼ばれた。土木と共に、主家の直営地を工作していた。壮代の伝子について地主に、経済的、人格的、 身分的に強く冷蔵して、奴隷的であった。ストー節の問題点壮大の農業が大土地所有が、荘園という形態だった学説を唱えたが、宮崎一貞が指摘したように、壮大における商品経済の一定の発展の下土地所有は、ある程度分散的に零細的になっていた荘園の制度があった。ストーが、伝古の奴隷的冷蔵性質を強調するが、どうして、 ガンツクダ酵素が起こるのか、デンコのツクゴンリが形成されるのかの疑問がある。デンコの移転禁止の一般法律が南宋初期に制定されるが、資料的根拠がない。ありがとうございます。